エンポリウムは、イタリア・ローマのテベレ川にあった古代ローマ時代の港、アベンティーノの丘とテスタッチョ地区の間に位置している。人口増加と経済の発展に伴い、紀元前2世紀にはホルム・ボアリウム付近にあった港、ポーショス・タイバーニアスが、手ゼマになり、丘に囲まれた地形により拡張も難しかった。そのため、紀元前193年に、ケンソルのルキウス・アイミリウス・レピルスと、 ルキウス・アエミリウス・パウルスがアベンティーノの丘の南側に港を移すことを決定した。同時にアエミリアのポルティコも作られた。紀元前174年には岩壁はテベレ川に沿って海岸上になるよう石で舗装された。テベレ川川口にあるオスティアの港でバージに積み替えられた穀物やワイン、オイル、大理石などの貨物はこの港で陸揚げされた。 液体等を輸送したアンフォラは、港付近で破棄され、破片が積み重なった丘という意味のマンズタステイシームが、地名、テスタッチョの語源となっている。破棄され山積みにされたアンフォラは2500万個とも、言われている。エンポリウムは1868年から1870年に、かけて発掘され、その後しばらく期間を置いて1952年にも、発掘が行われた。現在、 全長500メートル、奥行き90メートルのレンガ舗装された岩壁施設が地上に姿を現しており、バージを経流するときにもやいを結ぶトラバーチン製のビットも出土している。ありがとうございます。